今日お話しするものを何も考えないで機械的に捨てていくだけで、あっという間に家の中はかなりすっきりして、片付けやすくて快適な家にすることができます。持っているけど使っていないものって家の中に結構ありますよね。良さそうだったから買ったけど使いにくいから今は使っていないとか、安売りしていたからまとめ買いしたけど品質が良くなくて使っていないとか、よくあることかと思います。そして使っていないけどもったいないから手放せないとお悩みの方も多いのではないでしょうか。一つ一つは小さなアイテムであっても、こういったものの積み重ねで収納場所を取ってしまって家が狭くなってしまうんですね。そしてどこに何があるのかわからない、いつも探し物ばかりという状態に陥ってしまうんです。こういったものはすべてもったいないという気持ちから取ってあるものです。物を大切にする気持ちはとっても大事なことではありますが、でも使わないであと何年何十年も家の中にあり続けたら、消費期限が過ぎてしまったり劣化して壊れてしまったりして、どのみち手放すことになるアイテムです。捨て活という点から見ると、できれば今のうちに全捨てするのがおすすめです。もちろん扇風機とかひな人形とか季節物の場合は限られた時期にしか使わなかったり、使っていない時期の方が長いアイテムもありますが、こういったものは手放す必要はありません。でも全く使っていないのに場所ばかり取っているもの、今後もおそらく使わないだろうというアイテムを手放すことは、今後の人生を快適にしていくためにも大切なことです。なので今日はもったいないから念のために取ってあることが多いものの中でも、金額的にも高くなくて気楽に手放せるアイテムのお話をしたいと思います。もちろんいつものようにゴミ袋を手にして動画を見ながら捨て活をしていってくださいね。手放しやすいカテゴリーとしては次の4つがあります。 1. ボディケア用品、化粧品。 2. 食品、日用品、薬、洗剤などの在庫品。 3. 文具や事務用品。 4. 書類、紙類。この4つのカテゴリーのアイテムは、服や靴やバッグのように値段が張るものではないので気楽に手放せるし、誤って手放してしまっても買い直しが効くし、賞味期限や使用期限が記載されているものがあるので機械的に手放すことができるという利点があります。捨て活し慣れていなくてなかなか物を捨てることができないという方にとっては、捨て活のトレーニングにもなります。では早速行ってみましょう。 1. ボディケア用品、化粧品。まずは洗面所、浴室、メイクスペースなどに置いてあるアイテム。例えばボディケア用品、ヘアケア用品、化粧品などを見てみましょう。気軽に買ったけど途中までしか使っていないもの、結構あるのではないでしょうか。ボディケア用品、あまり好きじゃなくて使っていないボディケア用品や、ちょっとだけ残っていてそのままになっているボディケア用品は捨てましょう。使用期限が過ぎたものは使いたくないですよね。ヘアケア用品、こちらも同様です。使っていないヘアケア用品は捨てましょう。マニキュア、あまり好きじゃない色とか奇抜すぎる色など使っていないなら捨てましょう。古いマスカラ、乾いています、捨てましょう。古いファンデーション、フェイスパウダー、古いリップ、口紅、古いアイシャドウ、古いアイライン、こういった使っていない古いコスメは捨てましょう。酸化しています。化粧品の試供品、使っていないなら捨てましょう。使用期限が心配です。古い化粧パフ、スポンジ、汚れていて使っていないなら捨てましょう。細菌がいっぱいです。使っていない化粧ブラシ、リップブラシ、こちらも同様です。使っていない古いものは捨てましょう。使っていない香水、香りが変わってしまっています、
捨てるかルームフレグランスや掃除などに再利用しましょう。使いかけのデオドラント、少し残っているのに新しいものを使い始めてしまうってことありますよね。古いものは処分しましょう。ホテルのアメニティ、ボディケア用品やシャンプーなどついもらってきてしまいますが、使用期限がとっくに過ぎているものが多いです。捨てましょう。除光液、使っていないものがあれば処分しましょう。日焼け止め、使用期限が過ぎた日焼け止めは効果がありません。捨てましょう。使っていない入浴剤、使っていないなら処分しましょう。もったいないと思うなら今日使いましょう。シャンプー、コンディショナー、トリートメント剤、途中まで使ってそのままになっているものがありませんか？香りが好きじゃない、品質が好きじゃないなどで使っていないなら処分しましょう。次に2、食品、日用品、薬、洗剤などの在庫品を見ていきましょう。使っていない食材、賞味期限をチェックして過ぎていたら捨てる、過ぎていなければ今週にでも何か作って消費しましょう。少ししか残っていない洗剤、途中まで使っていたけど新しい洗剤を買ってしまって放置してあるなら捨てましょう。または次の掃除で使い切りましょう。好きじゃなくてあまり使っていない洗剤、匂いが好きじゃない、効果が感じられないとか、ほとんど使っていないなら捨てましょう。薬、使用期限をチェックして切れているなら捨てましょう。次に3、文具や事務用品を見ていきましょう。多すぎる文具、ホッチキス、定規、ペンが多すぎるなら使いやすいものだけ残してあとは手放しましょう。今後も使わない文具、コンパス、分度器、三角定規など昔は使っていたけど今後は絶対使わないと思う文具は手放しましょう。インクの切れたペン、これは明らかなゴミです。捨てましょう。メモ帳、多すぎるメモ帳は捨てましょう。今の時代、携帯電話がメモ帳代わりになるので不要な場合がほとんどだと思います。使いかけのノート、何ページか書いてあって、あとは白紙の場合は不要なページは切り取って白紙部分だけを残して再利用しましょう。大量にあるファイルやホルダー、大量にあるクリップ、少し残っているセロテープ、使いにくいホッチキス、たくさんあるならば使いやすいものだけ残して使いにくいものは手放しましょう。たくさんある消しゴム、経年劣化でゴムが変質しています。ずっと家にあるのに使っていないものは処分しましょう。カッター、刃が錆びていたり短すぎるものは刃を変えたり、たくさんありすぎるなら使っていないものは処分しましょう。計算機、多すぎるなら使いやすいものだけ残してあとは処分しましょう。絵の具、色鉛筆、子供が小さい時に使っていた絵の具や色鉛筆、今は使っていないなら処分しましょう。手肉、古いものは乾いている可能性があります。チェックしてみて乾いていたら処分しましょう。ハンコ、ミトメインなどちょこちょこ買ってたくさん持っているなら本当に必要なものだけ残して処分しましょう。糊、接着剤、固まっているかもしれません。チェックして使えないようだったら捨てましょう。シール、可愛いと思って買ったシールもしまい込んであるなら捨てましょう。次に4、書類、紙類を見ていきましょう。不要な書類、紙類は老後に一番残してはいけないものです。確かに保管が必要な書類というのはあります。例えば年金関係の書類、保険関係の書類、マイナンバー関連の書類、住宅関係の書類、契約書関係の書類、資格の認定書、こういったものがあります。また一時的に保管が必要な書類の中でも払込表や領収書など、どうしていいかわからない書類
何年取っておいたらいいかわからない書類は、市役所や税務署などの管轄の窓口に問い合わせましょう。わからないからやみくもにすべて保存しておくのが一番良くないです。私の母の家の整理をしたときに、一番苦労したのが書類関係でした。処分しても処分しても、いろいろな場所から大量の書類、紙類が出てきて、本当に疲弊したのを覚えています。絶対今のうちに手放しておいてください。気軽に手放せるものとしては、次のようなものがあります。役所からのお知らせのお便り、個人に宛てたものでなければ処分しましょう。名刺、昔もらったけど誰なのか覚えていない、わからない人の名刺は処分しましょう。雑誌を繰り返し読むということはないと思います。捨てましょう。レシート、経費の請求や申告で必要ないなら捨てましょう。カレンダー、写真や絵が可愛いと捨てがたいものですが、古いカレンダーは捨てましょう。家具の組み立てマニュアル、組み立てが終わったら再度見ることはありません。捨てましょう。カード、クリスマスカードやバースデーカードは捨てがたいものがありますが、特別に大事なもの以外は写真だけ撮って処分しましょう。手紙、はがき、特別なもの、大事なものでない限り、昔いただいた年賀状、暑中見舞いなどは手放しましょう。古い請求書、納品書、つい取っておきたくなりますが、捨てましょう。お店のクーポン、使用期限が過ぎているもの、再度行かないだろうなというお店のクーポンは捨てましょう。不要な書類、書類関係は内容をよくチェックして、不要なものは捨てましょう。家電やパソコン関連のマニュアル、機械自体は捨ててしまったのにマニュアルだけ残っていることもあります。チェックして処分しましょう。今日ご紹介したアイテムを機械的に手放していくだけで、かなり家はすっきりするかと思います。さて、気楽に手放せる4カテゴリーのアイテム、楽しんでいただけましたでしょうか。ぜひ参考にしていただければと思います。皆様のどうしても捨てられないもの、ぜひ概要欄にコメントを書いて教えてくださいね。このチャンネルでは捨て活に関する動画をいろいろ発信しています。なかなか手放せない、捨て活が始められないという方は、ぜひこのチャンネルの他の動画も見てモチベーションをアップしてくださいね。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。